付き合い始めて7年が落ちましたね。本当いつも苦しい時とかね、愚痴とかいろいろ聞いてもらって本当に助かってました。新宿を回って、本当楽しい時は一緒に楽しんでくれて本当に楽しい日々です。でいつも笑ってくれてるうちも見てて本当に嬉しく思ってます。なんでこれからもずっと僕のそばで笑顔でいてほしいなと思ってます。自分のことが大好きです。僕と過ごしてください。もうすごい綺麗になってるじゃん。いいね。
皆様本日はお忙しい中僕たちの結婚式にご出席いただきまして本当にありがとうございます。短い時間ではありますが、どうぞ楽しんでいってください。今日は普段お世話になっている皆様に、少しでも楽しんでもらえるよう頑張って準備してきました。今日はゆっくり過ごしていただければと思います。よろしくお願いします。普段はまるで先輩後輩のような中で今に至っております。おさむくんの素晴らしさは何といってもその場に応じてよく気が利くこと、いわば気働きができることです。この8年、そんなおさむくんに私はいつも助けられてきました。何か困難があったとしてもブナの木のように強くしなやかに乗り越えていけるような夫婦になってください。おさむくん、いくみさん、並びにご両家ご親族の皆様、本日は本当におめでとうございます。二人で協力して幸せなご家庭を築いてください。皆様のご健勝ご多幸を祈念いたしまして乾杯。大学1年の時は狂ったようにですね、一緒に2人でいて、特に朝昼晩とカラオケによく行って歌ってですね、で、まあ、腹が減ったら一緒に飯食いに行ってという、本当にそんな2人でだらけた生活を送っていました。本当お母さんお父さんすいません。日常でありがとうを言える場面って無数にあるにもかかわらず、ありがとうってなかなか言えないと思うんですね。これから2人で人生歩む中で本当に多くの困難があるかと思いますけども、そのありがとうのあふれる過程であれば、きっとその困難も小さく小さくできて解消することができると思います。ありがとうのあふれる過程を築いていってください。いくちゃんは私にとって相変わらず一番の相談相手であり、何かうまくいかなくて落ち込んだ時でも真っ先に話を聞いてもらっています。そんないくちゃんが私は本当に大好きです。おさむさんと結婚するという話を聞いたときに本当に本当に嬉しく思いました。お嫁に行ってしまうのは少し寂しいですけれども、これからもずっと一生の友達でいてください。いつも助けてもらってばっかりの私ですけれども、何かあったら頼ってきてくださいね。
良くて、伊田研究室の頭脳でした。オサムーチョイクミール、おめでとう。これからも、大変なことあるかと思いますが、2人で協力して頑張ってください。たまには一緒に飲みに行きましょう。イクミさんの練習ぶりはですね、常に斜方八節という弓道の道に沿った弾き方をして、本当にみんなのお手本になって導いてくれた人でした。本当に末永く幸せな家庭を築いていてください。いくちゃん、あさむくん、本当に結婚おめでとうございます。これからも本当に大好きな2人なので、幸せ、ずっと幸せに過ごしてほしいと思います。お産の時がとても大変だったものですから、無事に生まれてくれてとても嬉しかったです。あと男の子が初めてで、みんないとこが女の子が多かったので、みんなに可愛がっていただいて本当に嬉しく思っています。育みもすごい大変で、産むのがでなかなか生まれてこなくって、でやっと生まれてきて、あんた大変な思いさせてくれたねって言ったら、にってにらみました運動会で私の先に誰も走っちゃいけないんだと小学校の運動会で言っておりました。それがすごい印象に残っております。でもね、こんだけ大きくいい子に育ってくれたので感謝です。うくみちゃんが会うのかなっていう雰囲気は私はなんか思っていたんですが、まさか本当にこの風に結婚するとは思わなかったです。いつまでも2人で仲良く暮らしていていただければいいなと思っています。これからもよろしくお願いします。仲良くね。お父さんに結婚を報告したとき、真っ先に良かったな、おめでとうと言ってくれました。そんなお父さんだから大きな反抗期もなく、ずっと私はお父さんのことが大好きなんだと思います。本当にありがとう。お母さん、お母さんはいつもお茶目で少しおっちょこちょいなところもあるけれど、私のことをいつでも一番に応援してくれました。私が生まれてからずっと髪を短くしていたお母さん、そんなお母さんが急に、お母さんもイクミの結婚式に向けて髪伸ばそうかなと言った時には、心から楽しみにしてくれていることが伝わってきて、思わず笑みがこぼれました。私たちもお父さんとお母さんのように、いつまでも2人で旅行に行ったりできる仲のいい夫婦でいられるよう頑張っていきたいと思います。どうかこれからも見守っていてください。イクミ。何分にもまだまだ未熟な2人でございますが、どうぞこれからも皆様方のお力添えをいただき、温かく見守っていただけたらと思います。本日は誠にありがとうございました。おととしの2017年9月に入籍しまして、今2年が経とうとしています。交際していた時と変わらずに、大変な時、苦労した時には励ましてくれて、楽しい時は一緒に、本当に一緒になって楽しんでくれる、そんな育美さんと毎日すごく楽しい日々を過ごすことができています。そんな育美さんのことをこれからも大切にしながら、ありがとうと二人で素直に言い合える、世界一幸せな
家庭を作っていけるよう頑張っていきたいと思います。まだまだ未熟な2人です。これからも皆様のご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。